皆さんこんにちは、日本人、兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年10月14日、朝の10時9分なんですが、昨日の、ニュースウォッチ9や報道ステーションやワールドビジネスサテライトで放送されていた衆議院議長の細田さんの、衆議院議長を辞めるというようなニュースなんですが、結構以前から細田さんという方はいらっしゃって、もともと国会議員の人たちも何かあって、民間企業へ一旦天下りのような形になって、起訴されて、また国会議員として戻ってきたりだとか、昨日の映像を見ていただいたらわかるかと思うんですけども、これも僕も本当のところもう現場国会まで見に行かないとわからないんです。いつぐらいからその国会議員をされていて、もともと前歴がどうだっただとか、その昨日の映像を見てもわかる通り、もう歩くのもね、ヨタヨタで、もうほとんど杖がいるぐらいの状態のヨタヨタしたような歩き方で、もう足腰弱ってる。その年齢を見ても、その80歳を超えている。どう考えても議員が務まるような年齢ではありません。本当はもう65歳で、引退していただきたいですし、その国会議員という立場ともなれば、まあ他の一般的な会社の役員とかもそうなんですけども、もっと本音を言うと60歳ぐらいで皆さんが仕事を降りていただいたら、それだけ若い人たちに仕事が回ってくると。正社員の雇用者数はもともと竹中平蔵さんが経済産業大臣をされていた、まあ、2002年サンパレス六甲というところで勤務してたんですけども、竹中平蔵さんの方から会いに来て、もしかしたらそれ以前に働いていた1997年や8年のフルーツラーパークで、もしかしたらその時から会っていたのかもしれませんけども、もう私も対象者は多すぎてわからないんです。明確に覚えてる人はこうだっていうことは言えるんですけども、その竹中平蔵さんが2002年にその経済産業大臣をされてた頃で、正社員の雇用者数は2400万人体分しかないんです。あとは非正規の雇用の人たちばかりなんです。今は多分もう少し数が減ってると思います。人口は減少しますから。で、なぜ社会の仕組み自体がこういうふうな形になっているのかっていうところが一つ謎なのと、あと法律の世界とかに無理がありすぎて、無理やり国会議員にさせられているのか、もともと各大臣とかを見ていただいたら分かるかと思うんですけども、特に総理の家系の人たちなどはもともと自分の家系をたどると総理だっただとか、そのおじいさん方とか、例えば安倍晋三さんの場合は岸信介さんという方が、総理であって、その孫にあたると。例えば最近だったら女性の小渕さん。小渕さんも1997年、8年か、もしくは2001年、それぐらいの頃、フルーツラーパークのレストランカトレアに、働きに来ています。一緒に働いています。で、ほとんどの大臣の方が起訴されてるんですよ。で、その件も、その小渕さんも聞いて、驚かれてる方なんですよね。小渕優子さんです。最近大臣になられた。だから責任問題で、こう、上に上がっていくような形になって、で、表立ってね、もうその公表されてるような、多分年収っていうものは皆さん多分いただけないんだと思います。エネルギーの残存量問題とか、いろいろありますから。ある程度遠回しな言い方なんですけども、その平成の天皇陛下もある程度そういうふうなことを言ってるような内容の映像っていうのは私は見たことあります。まあ多分会ったことあるとは思うんですけども、まあ美智子さんも、お二人とももうかなりのご高齢ですので、今は成人様や雅子様、海人様、
がというところだと思うんですけども、皇室会議や皇室経済会議というものがあります。そこで衆議院議長や参議院議長や、総理や、あとその他大臣の方たちや、あと皇室の家系だった人たちが出席されてるんですけども、あまりにもご高齢の方がたくさん、参加しすぎだと思います。無理だと思います。能力的に。もうその年齢になると。まあ、この世の中がしっかりとコントロールできる状況にあるのかどうかで、大変私は、疑問に思っています。まあ、私ができることといえば、ニュースを見て心当たりのあることを一般の方たちに YouTube で、申し上げること、伝えること、そして世の中の実態を知ってもらうこと、ということですね。まあ、ホームページ RYKS の履歴の1番を見ていただいたら、特に前日とか、どういった内容を記載しているのか、どういった内容を、動画でアップロードしているか、その内容を見ていただいたら、世の中のことがよくわかるかと思います。以上です。皆さんチャンネル登録と、あと、着信履歴。僕は YouTube へアップロードしたときに、その内容が、着信履歴が来るように、設定していただけると助かります。そうじゃなかったら忘れてしまうでしょう、皆さんも。で、自分の設定の仕方がわからなかったら、身の回りの人に聞いていただいたり、販売店の方に聞きに行ってください。やっぱり今、説明書がない電子機器を日々扱わなければならない時代になってますので、誰かね、身近な人で教えてくれる人がいなかったら、例えばこの間、ドコモショップへ行って、LINE のことを聞こうとしたら、まあ、こちらの方に電話をかけてくださいっていうことなんですけども、そちらの方に電話をかけても、対応力がないんですね。コンピューターの音声のガイドで、まあ、メール、が届くような仕組みになってるみたいなんですけど、メール届かないんですよ。で、ドコモの販売店の方で直接聞こうとしたら有料になると、こういうふうな仕組みになっています。だから、世の中無理のあることばかりですね。もうどこから手をつけたらいいのかっていうところです。まあまだ自分の目指すべき方向っていうのはエネルギーの残存量問題の解決ですので、まあその辺のところをしっかり対応していこうとは思ってますけども、これは皆さんの協力がなかったら無理です。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。